おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。ちょっとね、ちょっと巻き戻ってるんですけど、ソウさんのあの挟み撃ちでなんとかしようぜのターンをやり損ねたので、やりたいなと思います。一回これで動きを封じられた。ほい、掴んでもらう。刑事、もう何だっていい、何とかして捕まえるんだ。頼んだ。これでいけると。あれ、よくやったよ刑事さん。緑、君の負けだ。負けちゃったか。君たちは本当に予想を超えていくんだね。みんな離れて、緑にタッチされるな。最後まで徹底してるね。ねえ刑事さん、勝ったあなたにトラウマを克服するチャンスをあげるよ。死者と向き合う、そういう意味でもアスナルは人工知能を作ってるんだ。まさか。ほら、ちょうど足元にいるよ。いや、これ怖いよ。な、まだ無理だったかな。緑は動揺する刑事を思い切り突き飛ばした。まあ、結局こうなっちゃうんだよね。まあ、こういう感じに、一緒のルートになるってことですね。では、行きましょうか。次のエピソードに進みましょう。暗い。ここは、どこだ？ここから出たい。私が警察官を目指した理由？そうね。探し物かな。どうせこの檻から。生まれてくるガキの名前？やっぱり情に熱い男の名前にしてやりてえよな。カッカッカ。早くこの暗闇から出してくれ。俺をここから出せ！落ち着けよ、刑事。簡単に拳を握るなって、教えたよな。なあ、刑事。次は静かになった。やれやれ、ようやくおとなしくしてくれたよ。よっぽど処刑が怖いんだね。どうしてこんなことに。刑事さんは緑との戦いに敗れて、中央の棺に閉じ込められてしまった。ラミーズたちは自分の命がかかっているせいで協力できなかったんだ。そのせいで今私たちとラミーズの間に溝ができてしまっている。どうしたら。おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム最終章前編、どっちパートだったか忘れましたが、やっていきたいと思います。ソウさん、アリスさん生存ルートで、
早坂杏子死亡ルートでございます。さあ今ね刑事さんが棺に閉じ込められちゃったところですね。ちょっとね、前回撮ったのがまたちょっと間が空いてしまいましてですね、1ヶ月ちょい空いちゃったんで、状況確認から始めていきたいと思います。誰に話しかけようかな。おい、どうしてこんなことに。ふん、私たちは悪くないわ。このままじゃ本当に刑事さんは処刑されちゃうよ。刑事。あー、ここらあんまるくん黙ってるのいいな。どうしたらいいにゃん、サラ姉ちゃん。おまわりさんを助けないと。ダミーズが協力さえしていればこんな事態にはならなかったんだがな。まあダミーズはダミーズなりのね事情がありますからね。ダメだ、開かない。緑は楽しそうにこちらを見ている。まあ会話しましょうか。ダミーズたちとの仲良しごっこもこれで終わりだね。刑事の救出方法を聞く。刑事さんを棺から出して。だからさ、救う方法はたった一つだけだよ。これにサインすれば教えてあげる。待ってくれ、こんな内容もわからないのに。悩んでる時間はないよ。すでに棺の処刑タイマーは動き始めてるんだ。この砂がすべて落ちる頃、火に焼かれて死ぬ。刑事さんのステーキの出来上がりだよ。やめて。はあ、楽しみだ。この新品、僕も使うのは初めてだからね。どんな風に死んじゃうのかな。処刑なんて絶対ダメ。ダメだけど。なら聞かせてよ、君の答えを。さあどうするの。緑は本気だ。あの同意書はつまり、どんなことが書かれてても従います。その意思表示、奴隷契約なんだ。前回はもう見捨てるなんてできないって言って同意書にサインをするを選んだんだけども、ちょっと2周目ということもあるので、一回刑事さんを見捨てるを選んでみたいと思います。心を鬼にして、うわぁ、鬼にしたとしてもあんまり見たくないんだけどね。でも君が死ねをこうすべて舐め尽くすには、しゃぶり尽くすには、刑事さんを見捨てるの選択肢も見なきゃいけないと私は思うんです。いきます。見捨てる、ダメだそんなこと。でもこのまま言いなりになってるようじゃ。迷う必要あるの。させねえよ。あー、そうだった、ランマルくん。ランマル、や、破きやがった、貴様。いや、レコさんが破きやがったって驚いてるセリフがあったと思うけど、やっぱそこがね、アリスさんに置き換わってるっていうとこあたりもちょっとやっぱいろいろ考えちゃいますよね。ね。おまわりさん。いやー、どういう意図なんですかっていうとこよ。俺たちは協力しなきゃなんねえのに。仕
方ないじゃない。こんなの。まさか、同意書を破かれるなんてね。乱丸のやつ、どうしちまったんだ。これで、しのぎ刑事を救う手段は失った。ああ、どういしょが。説明しないわ。こんなことをするなんて。刑事なんて、救わなくていいってこと？その蒼さんの表情あんまり見たことないね。そうかもね。今緑を殺せば、目的を遂げられなかったダミーズは死ぬ。その事情を知って喧嘩を売ったのは刑事さんでしょ。そうだ、自業自得じゃねえか。ふざけやがって。貴様ら、冷ややかな空気。歩み寄れない距離まで私たちは離れてしまった。でも今はそんなことどうでもいい。なぜあんなことをしたのか知りたい。ランマル、言いなりになるなよ、サラ。ちょっと、何言ってんの。いいから聞けって。なあ、刑事、あんたは今、何を考えてる。棺の中から、刑事さんの弱々しい声が聞こえる。全部、俺のせいだ。恩人の仇を取ろうと、俺は。いや、それも違う。罪を全部、緑のせいにしようとしたんだ。恩人を撃ち抜いたことも、最初の試練で恵みを救わなかったことも、すべて俺の行動だったのに。九太郎が命がけで繋いだダミーズとの絆を、俺は このまま死んでも文句言えないかな。何言ってるぜよ、刑事。死なせねえ。俺たちの手で、あんたを救う。緑の同意書なんかに頼らなくてもな。は？勝手なこと言わないで。こいつらとまだ仲間でいる気か。先に裏切ったのは、俺たちだ。生き残るために、九太郎を刺した。それを許してもらったんだろう。次は、こっちが許す番。それで対等なんて言うつもりかよ。お前は悔しくねえのかよ。俺たちは、緑のおもちゃだ。殺されて、首輪をつけられ利用されて、サラたちが戦ってる間も、一歩も動けなかった。死ぬのが怖いから、逆らうこともできずに、まさに、操り人形じゃん。俺たちは、人間なんだ。選択肢は、自分で作る。緑の人形遊びには、もう付き合わねえ。選択肢は、自分で作る。わかった。わかったよ。信じていいんだな、その言葉を。
あ。救う方法はちゃんとあるよ。交渉で嘘はつきたくないからね。フロアマスターとして誓うんだな。でもね、君たちの力じゃ難しいと思うよ。きっと、刑事さんは死ぬ。楽しみにしてるね。行ってしまった。こうなった以上、やるしかないね。大丈夫にゃん。時間はまだあるわ。言っとくけど、協力なんてしないから。とにかく、まずは手がかりが必要だ。あー、何度見てもここの蘭丸くんの、このさ、良くない空気をさ、ね、払拭してくれる、この感じ。もうどう考えてもやっぱ人間のそれでしかないんだよね。なんだろう、九太郎さんの思いに感化されてっていうのもあるだろうし、人形になった今でも人間の心というかプライドを捨てずに、ちゃんと人の心を持とうとする、その蘭丸くんの心に私はすごく感銘を受けているんだよね。ここのシーンを経て、ますます好きになったんだよなぁ。いや、最高ですね。じゃあみんなに話しかけるよ。刑事を救う方法、探さねえとな。筋肉ゴリラは休んでた方がいいじゃん。救いたかったら勝手にどうぞ。どうせ緑のことだ。ギリギリ不可能な時間設定にしてるはず。それを覆してやろうよ。あー、やっぱ一矢報いようとしてるというかね、緑をこうギャフンと言わせたがってるね、ソウ君はね。くそ。ひとまず、いがみ合うのはやめだ。俺たちもダミーズも敵ではないからな。そうだね。いや、アリスさんいいこと言うね。僕もあの変な紙、サラ姉ちゃんには書いてほしくなかったにゃ。だから、みんなでおまわりさんを救おうわ、サラ姉ちゃん。そうだね。緑は俺たちを救わない。車田たちだって分かってるはずなんだ。中から刑事さんの声がうっすら聞こえる。話しかけよう。刑事さん、今どんな気持ちですか？暗くて狭いね。少しいつもの調子が戻ってきたかな。あのさ、棺を開ける方法、思いついたかも。え？地図を開いて。誤解だね。真ん中の制御室、そこに気になるものがないかな。どこだろう。気になる部分を指摘してみよう。まあ、ここだろうね。と、あれ、どえ、あ、この首輪の話だっけ。この首輪ですか？それは最初に緑がつけてた首輪だね。今は私たちが手に入れて刑事さんが持ってる。残念ながら、おまわりさんが言ってるのとは違うよ。いや、あれだよね。棺管理装置みたいな。言い方が悪かったね。おまわりさんが気になってるのは、あるモニターさ。モニターか。これでしょ？このモニターって、画面をよく思い出す。棺管理システムと書かれている。これって、もしかして、フロアにある棺を管理するためのモニターなのか？もしかしたら棺を開けることもできるかもしれないね。ね、調べてみる価値はありそうでしょ？ふっ、案外余裕じゃないか。行ってみるしかねえな。少し、待っててくださいね、刑事さん。頼んだよ、相棒。いやー、なんか、この相棒っていう響きがね、すごくいいですね。
怪しい部分はないけど、この砂が下に落ちた時に、それ、棺の仮想装置が作動すると。そんなことさせないよん。えい。ああ、おまわりさん酔いそうだよ。これ好き。じゃあ、制御室行ってみましょうか。Q 太郎さんもね、ここで待っててもろて。すまねえ、動けそうにねえぜよ。俺の分まで頼む気に、そら。辛そうだ。ちゃんとした治療をしてあげたい。制御室に行く気？ちびっこ、ただこねてないでお前も来るにゃん。首輪のペアリング忘れた？刑事さんと離れたら首輪が爆発すんの。そうか、ひな子は刑事さんとペアだったな。私たちは結局自由を奪われた奴隷。主を殺さなきゃ解放なんてされないんだよ。現実を見なよ、あんたたちも。それでも一時たりとも俺は皿から離れねえって、蘭丸くんからの愛のプロポーズがきっとあるはずなんだ。そうでしょ、蘭丸くん。蘭丸くんガチ勢すぎるな、ちょっと。さて、じゃあ5階移動しましょうか。あ、でもちょっとその前に、ここに治療薬みたいなのなかったっけ？あれないんだっけ？あ、ないか。モニターは何の反応もない。ソウさんの人工知能、現れてくれないか。出てきてくれないね。もう多分、緑に説教されちゃったんだろうね。モニターには、棺管理システムと表示されている。ああ、壊れてるよーの表示がね、あるね。よし、操作してみるんだ、指導員サラ。私がですか？構いませんが、機械に詳しい人に頼んだ方が。見せてみなよ。わあ、ここ、確かね、前、カンナちゃんがやってくれてたもんな。お願いします。ソウさんはうなずきながら機械を操作している。ダメだね。え？おいで、中央の機械を見てもらっていいかな。いやー、もう、ばやばくない？あの、ソウさん好きな人からしたら、私このセリフすげーとんでもない破壊力だと思うんだけど、どう思います皆さん。おいでだって。ちょっとね、多少の夢思考があるものですからね。あの、私、ソウさんの夢女子では別にないんですけど、そういうなんかワードチョイスというかね、こう、グッとくるセリフみたいなのあるじゃないですか。たまりませんね、ちょっとね。ソウくん、こう、無意識にそういうこと言っちゃうから、ちょっといろんな女惑わせてそうだな。まったく、やるな、こいつ。え、で、中央の機械ね。ほい。あ、もう機械か、こっちか。ん？これは、ギミックセキュリティ、レベル0、解除。レベル1、ロック。レベル2、ロック。ギミック。つまり、仕掛けのセキュリティだね。どうやら、重要な仕掛けほどレベルが高く設定されているみたいだ。つまり、機械を壊せばいいんですね。解除できれば。いや、これで、ソウ君に突っ込みさせたいな。この中央の機械を壊せばいいんですね。そしたら、サラさんの頭みたいになっちゃうでしょ？バカって言いたいのかな？セキュリティを解除できれば、墓地の棺も開けられるかもしれないってことさ。その方法が見つかるかどうかだろう。一つは、これかもね。ここね。ここは、マイさんの指紋認証が必要ですね。これは、指紋認証。このパネルに正解の指を当てれば、いいじゃないか。見えてきたぜ。とにかくみんなで指を当ててみるにゃ。その場にいた全員の指を当てたが、反応はなかった。冷静に考えれば、緑の指紋が正解か。まだわからないにゃ。墓地にいる筋肉ゴリラたちにも試してもらうわ。いや、九太郎さんはあの大怪我だ。とても動けない。そういえば、早坂だったか。あの男は医療系の会社員と言ってたぞ。オフィスに行けば、救急セットくらいあるんじゃないか。探しに行くにゃん。そっか、ここで救急セット探すのか。もう先取りしちゃったよ、私。ここだよね。はい、ありました。
棚には書類と医薬品のようなものが入ってるんだ。医薬品ちゃんとあります。救急キット、あ、間違えました。墓地。はい。あー、舞ちゃんおはよう。舞さん、起きたのか。治療道具を見つけたんです。怪我をもう一度見せてください。マジかよ。あ、痛い痛い痛い。いいから、あんたは動くな。九太郎に治療を施した。ありがてえ。すまねえが、じゃあみんな。これなら動けそうだな。ついてきてもらいたいけど、その前に話しておくべき相手がいる。ちょっと先に、ひなこちゃん。同じか？オッケー。舞ちゃん。舞さん、起きたんですね。今どんな気分ですか？さあ、謝ってください。前回何にしたんだっけね。今どんな気分ですかってね、どんな気持ちみたいな感じで聞いたような気もするから。ちょっと、圧かけてみようか。さあ、謝ってくださいって。ああ、でもね。舞ちゃんの行動原理はわかるから、別に謝らせたいとかじゃないんだけどね。そんななんか。別に謝ってほしいとも思わないし、謝る必要もないとは思うんだけど。でもまあ、人間にはコミュニケーションも必要なわけで。ちょっと圧かけていきます。さあ、謝ってください。さあ、謝ってください。許される行動じゃないんです。あんなこと。私は怒ってますよ、舞さん。よせってさら。責めないでやってくれ。頼む。九太郎。言ったぜよ。俺たちは本当の仲間になるんだって。何それ。本気で言ってんの？ああ、本気や。だから、俺を殺すのは諦めろ。代わりに、一緒に帰る方法を考えるぜよ。俺だってお前の立場ならそうしたぜよ。きっかけがなかっただけがや。みんな同じだ。心はとっくにぐちゃぐちゃだ。ギリギリのところで少しだけ仲間のことを考えられた。ただそれだけだ。だから後悔させてやろうぜ。俺たちに新しい仲間を与えたことをな。わかんないよ。そんなこと言われても。舞さん。いや。ああ、ちょっとね、しみじみと、展開はわかっているんだけれども、一周目の時はさ、こう、それぞれの思いとかを、こう、自分の中に落とし込みながら、本当にそのキャラクターに自分がなったような気持ちというか、どのキャラクターでも、そのキャラクターの視点があるわけじゃない？だから、こう、一個一個のセリフが、そのキャラクターにとってどういう気持ちで発しているものなのかとかを、こう、一生懸命考えながらね、展開についていくのにすごい必死だったんだけども、今ってその二周目で、こう、どういう展開になるのかっていうのを分かっているからこそ、なんか、ちょっと、いい意味で冷静になれてて、また、こう、2周目では違った面白さがあるなって感じがする。いや、めっちゃ楽しい。君が死ねってすごいな。多分何回やっても飽きないわ、私これ。
なんで九太郎はそんな前向きなの？わかんない。わかんないよ。治療助かったぜよ。これなら多少は動けったい。そう思うならついてこい。なんでよ。すぐ理解しろ。貴様の出番だ。肩ぐらいなら貸してやろう。待ってよ。私に、やらせて。もう、変なこと考えてないよ。お願い。私。わかったぜよ。舞、肩貸してくれ。うん。筋肉ゴリラは重いから、疲れたら固定してやってもいいにゃん。いや、銀くんは、ちょっと支えられないと思います。銀。ありがとう、銀くん。さあ、ひなこちゃんはじゃあここで待ってて戻って。行きますせー。舞ちゃん頼んだ。指紋認証か。俺たちもやってみるぜよ。九太郎さんは指をセンサーに当てた。しかし機械は何の反応もしなかった。使えん指紋ぜよ。やっぱり無理か。じゃあ、私も一応。舞は指をセンサーに当てた。え？ウィーン。指紋認証に成功しました。なんで私の指紋で？つきましたね。で、こっちが、そうだ、死者用首輪管理システムね。なんだ、これは。この画面では、ダミーズの首輪の機能をいじれるよ。うわ、なんだ？なんで急に僕の AI が。どうやら説明してくれるようだな。ペアリング機能は、決められた生存者と離れすぎると爆発する機能だよ。寿命機能は、ダミーズ本体の電池が切れた時、爆発する機能だね。んだと、そんなの聞いてねえぞ。そうじゃないと、ダミーズは充電し直せば生き返っちゃうからね。充電、か。さあ、どの機能をいじるの？ペアリング機能は、現在は有効なのを無効にします。本気かよ。俺たちに自由を与えるってのか。ひなこが聞いたら喜ぶぜ。これでお前らの命を狙いやすくなるからな。それでもいいなら、さっさとやれよ。車田さんは、確かめたいんだ。本当に私たちを信じていいのかどうか。だったら、私たちが示すべきだ。主従を示す赤い線も、殺し合うために繋げられた鎖も、すべて、必要ない。信じ合う力が、一番強いことを知っているから。これで、ペアリングは解除されたんだよな。ひなこちゃんにも、教えに行かないとね。みんなで。うん。まあ、寿命機能に関してはオフにできないみたいだからね。残念。でもさ、一周目のその、最後ってさ、別に爆発しなかったよね。舞ちゃん、寿命を迎えて、なんで私が生き残っちゃったんだ、みたいに言いながらも、もうすぐ電池が切れるよってなって動かなくなっちゃったっていう状態だったと思う。九太郎さんも電池切れで動かなくなりましたっていう感じだったと思うから、爆発はしなかったよね。どうなってんだろう。オフにしてくれたんかな。これダミーズ本体管理システムね。ん？この画面では、ダミーズ本体の状態を確認できるよ。今表示されてるのは影山乱丸だね。中央のは頭部と胴体、それぞれの電池残量なんだ。電池、こんなに減ってんのか。頭部と胴体でそれぞれ電池があるのか。そして、右手と左手はランクアップパーツを表示してるからね。
ランクアップパーツ？なんだそれは。他にも趣味嗜好、得た知識、好きな人とか聞きたい個体情報があれば、ランクアップパーツについて考えようぜみんな。ふん。手のパーツというからには何か装着できるということか。まあ確かに俺の手か。は、いやこれねえぐいよね。腕がうわあ！落ち着くにゃ、乙女。本当に、俺、人形、なんだな。え？いや、分かってたよ。そりゃ、早坂が死んだ時だって、遺体を見てるしな。それでも、どこかで、もしかしたらって。希望、諦めきれたわけじゃなかったんだ。自身が死ぬ映像を見せられてもなお、どこかでまだ人間だという意識があった。今、現実を突きつけられた。自分が何者であるのかを。乱丸。ふっ、くだらないな。え。人形は、こんなことで泣きはしない。自分では諦めたと思っていても、希望を持ってしまうのが人間だ。矛盾した感情を持つから、苦しい。よっぽど人間臭いと思わないか？今の貴様は。だから、つまらないことに落ち込むな。貴様は生きているんだ、影山乱丸。さっさと立て、時間はないぞ。ねえ、立てる？乱丸。大丈夫。男がポロポロ泣きやがって。泣いてねえし。それは無理があるにゃん。ランマルくんの存在って本当にでかいと思わん？こんだけさ、ギスギスしたさ、ダミーズとその人間側のさ、絆をつなぐ架け橋がさ、その Q 太郎さんとランマルくんだと私は思ってるんだよね。何度でも言うわ。サラ姉ちゃん、もうちょっと調べていかないにゃん。ああ、いや、レベル1解除されたから棺管理システムも使えるようになったのか。オッケーオッケー。モニターには棺管理システムと表示されてる。見て、表示が増えてる。操作ができるようになってる。よし、こっちの監視カメラ見ながら動かしてみようぜよ。どの操作を行いますか？シャッターを閉める。よし、閉めてみよう。なんだ、棺じゃなくて入り口が。これじゃあ私たちが墓地に行けないじゃない。もう一度開けてみよう。危ないところだったね。けどおかしい、この装置は棺管理システムなのに。おそらく、レベル2のセキュリティを解除しないといけないのかもね。指紋だけじゃダメにゃん？やはり簡単にはいかないな。諦めるな。まだ方法はあるはずだ。
これ以上調べられるところはないかもしれない。一度墓地に戻ろう。ひな子が待っている。で、ここで、あれだよね、ペアリング解除したよーんって教えに行くんだよね。ちょっと聞いてよ。さっき入り口がシャッターで塞がれて。それは私たちがやったんだ。ひな子に事情をすべて説明した。ペアリングを、無効にした？ああ、本当だ。ねえ、ひな子ちゃん、車田くん。やっぱり、サラちゃんたちと仲直りしようよ。冗談じゃない。それでどうやって生き残るつもり？生存者もダミーズも、生き残る方法があるなら言ってよ。じゃあ、殺せるの？そんなの、私が止めるよ。ひな子ちゃんも車田くんも、仲間だから。あんな思い、二人にはさせられないもん。それでも無理。一方的に差し伸べられた手なんか、掴めない。それって、ID カード。ID カードがあれば、セキュリティをもう一つ解除できるかもしれない。どういうことだ？マイ、私たちが起こされた時のことを思い出して。確か、変な機械があって、前には緑が。あいつ、機械を動かすために、自分の写真が載ってるカードを使ってた。それが ID カードってことか。刑事さんには死んでもらった方が得だけど、借りは返さないと気持ち悪いから。ひな子。ふじゃあそのカードは緑が持っているんだな。問い詰めてやるにゃん。一緒に行こうぜ、ひな子も。わかったよ。刑事さん、一人にしちゃうけど、待っててにゃん。刑事さん、調子はいかがですか？枕が欲しいね。開けたらにゃーちゃんクッションと一緒に寝させてやってもいいにゃん。え、ついにおまわりさんにも貸してくれるんだね。前にも借りようとしたのかな。前は断られたってね。いやー、銀くんの好感度が目に見えてさ、わかるのがいいよね。なんか仲間って認識した人に対してはちょっとこうフランクになるというか、はっきり懐いてくれたってわかるのがいいよね。かわいい。ではでは、 ID カードをまずは教室に置いてあるんだよな、確か。これね。あれ、緑のやつ、てっきりここにいると思ってたけど。あー、もう ID カードが必要なのに。何かが机に置いてある。トランシーバー。こっちはトランシーバーと、これは、ID カードを手に入れた。マジかよ、これじゃねえか。どういうこと？あいつ、持ち物置いてどっか行ったの？変だな。確かに気になるが、うん。ま、これは見てみる必要がありますよね。ID カード入れようぜ。さっき見つけた ID カードを使おうぜ。カードを入れる穴あるよ。よし、使おう。待て、サラ。なんか止められた。なんでですかね。なんで止めるんですか、ソウ君。私は ID カードを機械へ差し込んだ。使っちゃダメだ。え？そのカードは偽物。離れて、罠が。じゃーん。いや、ここマジで面白いわ。ん？笑顔の写真がたくさん並んでいる。もう、なんだよこれ。早く消して。これだけか。精神攻撃だ。くそ。ソウさんは ID カードを抜いて破り捨てた。ああ、なんでよ。いつでもソウ君の笑顔が見れる素敵なカードじゃない。
いい写真でしたね。笑顔で。話なら聞くよ。なんだか大変そうだし。AI 君。ありがとうね。じゃあ。何について話そうかな。緑のこと、ID カードのこと。まあ、緑のことについても聞こうか。緑、つまり、あなたにとっての日和くんについて詳しく教えてください。日和くん、彼はね、人の記憶を研究してるんだ。研究者にゃん？いや、彼は小さい頃からその、人間がものすごく大好きで。何？好きすぎて、その、壊しちゃうんだって。やい！何が痛むのか、何が苦しいのか。肉体的な痛み、精神的な痛み。何を覚え、何を思い出し、何を忘れるのか。関わった人間で遊び尽くすんだってさ。おい、本気で言ってるのか。毎日毎日、多くの人間を実験台にした。その結果、記憶を操作する術を覚えたらしいよ。そんなことがありえんのかよ。もちろん、簡単じゃないらしいけど、条件や設備を揃えれば、ある程度は可能みたいだよ。記憶って、消えちゃったらどうやって思い出すわ？わからないけど、日和くんは、君たちに思い出してほしいと思ってる。だから、何か用意してるかもしれないね。僕が知ってるのは、それくらいさ。これに対してソウ君は何の反応もしないんだね。ソウ君は知ってるんじゃないのかなって思ってたけど、研究のこと。でも緑のことそんなに覚えてないのかな。 ID カードのことも聞こうか。じゃあ ID カードのありかを教えてください。僕から聞いたってバラしちゃダメだよ。だいぶ前の話だけど、日和くんは口笛混じりに機械をいじってて、みんな楽しんでくれるかなって目をキラキラさせてたよ。そこへメイプルさんが現れたんだ。メイプルさん？メイプルさんは怒ったり泣いたり笑ったりしてて、ずっと一緒にいたいって訴えかけてたよ。日和くんもさすがに参ったみたいで、めんどくさそうに手紙を書いたんだ。でもそれを渡してもメイプルさんは引き下がらなくて、しょうがなさそうに ID カードを渡してたよ。じゃあ今、メイプルさんが ID カードを持ってるのか。そいつ、貸してくれっかな。多分、絶対無理。絶対に怒るし、殺されちゃうよ。やめた方がいい。相当危険なんだな。さて、聞けることはすべて聞いたが。そうだ、メイプルさんについてだけど。図書室に彼女の攻略法が載った本があるかもしれない。また戦いになるぜよ。ランクアップできれば。何？なんでもない。忠告はしたよ。僕を恨まないでね。あ、仕方ない。メイプルさんをどうにかするしかないな。ソウ君がさ、マジで何の反応もしないのがやっぱちょっとリアルだよね。で、図書室に、本が揃ってると。この本だな。メイプルの弱点が書いてあるのは。一冊だけとは限らん。どうせなら全部取っていこうじゃないか。緑の本を全部。本棚の階段が戻っちゃったにゃん。危ねえ仕掛けだよな。挟まれたら普通に死ぬぜ。あとは居場所が分かればいいんだけどね。手がかりは名前だけやしな。いや、それだけでも思い当たる人物はいる。相談室にいたあの子。共
凶悪な妨害者にはとても見えないけど、行ってみるしかないか。今回はじゃあちょっとこれぐらいで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。まあ、程よくカットもしつつ、ああここの展開こういう感じだったなーとかっていうのをこう思い出しながらやっていけたらいいなと思うので、皆様のんびりお付き合いいただければと思います。ということで、また次回、おつぴよでーす。